僕は今栃木県は小山駅に来ています。現在時刻は5時30分ということで、今回は久しぶりに終電ではなく始発の動画です。当駅は宇都宮線、両毛線、水戸線、東北新幹線が乗り入れるジャンクション駅で、朝は在来線も水戸線の高萩行きだったり宇都宮線黒磯行きなど面白い運用があるんですけど、今回の本題は新幹線6時22分発那須の252号東京行きです。一見何の変哲もない那須の号ですが、電光掲示板右側、当駅始発と表示されています。これが最大の注目ポイントで、小山駅に発着する新幹線というのはまあ1日に何十本もあるんですけど、当駅始発はこれから乗る1本のみ、そして途中停車駅は大宮と上野のたった2駅のみで、走行距離は 80.8 キロ、東京駅に発着する新幹線としては最短の営業距離となっております。それではいざ改札に入場。新幹線停車駅って新幹線専用の入り口が設けられているところも多いですが、小山駅の場合大元の改札口は一つだけなので、とりあえず一旦在来線改札に入場して、突き当たりにある新幹線乗り換え口から新幹線ホームに入場という2段階システムになっています。現在時刻5時35分くらいなんですけど、まだ新幹線ホームには入れないみたいですね。なのでずっと改札前で待機していたんですけど、改札機って毎日のように使うものの通過が主なので、こんなにじっくり見たのは何気に初めてでした。こんなことを普通の時にやってたら大迷惑ですからね。現在時刻5時53分、改札前には結構たくさんの人が集まってきて、皆さん入場開始を待ちわびています。なんだか改札機が発売機に見えてきました。5時55分に入場が開始。皆さん日常的に利用しているプロなのか、入場がものすごい早くて、入り口は3個あるんですけど、僕だけワンテンポ遅れました。ただこれいつも思うんですけど、始発列車に乗るのにそんなに急ぐ必要ってあるんでしょうか。ちなみになんですけど、宇都宮線上りの始発は5時4分発で、大宮には5時53分、上野に6時19分、東京には6時25分に着くので、時刻的に早く着くというのが目的なら、この新幹線を使うべきではありません。でも快適性重視なら全然ありで、例えば小山大宮間だと営業キロがギリギリ50キロを超えるので、普通列車グリーン料金は通常1260円、追加料金でも1000円です。一方の新幹線も小山大宮間は普通列車グリーン料金と同じ1000円になっているんです。さあというわけで、現在時刻は6時3分、小山駅北側にある車両センターから回送列車として入線してきました。那須野っていう種別は大体そうなんですけど、朝は車両基地から東京駅まで、逆に夜は東京駅から車両基地へ送り込むついでに客を乗せるみたいな、人間でいうところの残業扱いで、このように E5 系10両編成の運用もあれば、プラス小町用の E6 系をつないだ17両編成の運用もあります。座席はすでに東京方面を向いており、すぐに乗り込める状態で、それから5分後ぐらいにはお隣5番線にもう1本の回送列車が到着。こちらも座席を見てみると東京方面を向いているので、折り返し那須塩原まで行って那須野号として東京駅まで運用。そしてこちらは17両編成だったので、折り返しははやぶさ小町号になって青森もしくは北海道、それと秋田に行くんだと思います。でそれからまた5分くらいすると上り本線を回送列車が通過します。こちらは E3 系をつなげた17両編成で、回送として東京駅まで行って折り返し山彦翼運用に着くんだと思います。その証拠として座席が全て仙台方面を向いていました。それではいざ乗車。発車まではあと5分切ったくらいなんですけど、座席数が少ない号車は窓側がほとんど埋まり、座席数が多い号車でも窓側が7、8割埋まってるかなくらいで、思ったより乗車率は高め。余談ですけど、こちらは新しめの E5 系で、車内灯が間接照明みたいになっているほか、普通車にも全席コンセントがついているのが特徴です。というわけで現在時刻6時22分、帝国通り小山駅を発車しました。本日も JR 東日本をご利用ください。
ださいましてありがとうございます。この電車は東北新幹線夏の東京行きです。次は大宮に止まります。東北新幹線の最高速度は320キロですが、宇都宮以南の最高速度は275キロ。しかもはやぶさ小町以外はさらに遅い時速240キロ制限なので、あくまで時速320キロと比べるとという話ですが、景色の流れはかなりゆっくりです。朝の関東平野を一望、一見どこにでもありそうな景色に見えますが、ここまで山が見えない真っ平らな車窓というのは実は結構珍しかったりします。緑豊かな田園風景かと思ったら、突如として現れる住宅街。こちらは東武日光線の南栗橋駅周辺ですね。乗り過ごしてくると絶望する場所なんですけど、客観的に見てみるとそこまで絶望感はありません。続いては進行右側に注目。民家の隙間から一本の高架線が近づいてきて、そのまま本線と合流。あの先に新幹線の保守基地があります。ここら辺から小山駅を越え、宇都宮線の石橋駅あたりまでは、東北新幹線が開業する前、1970年代後半から約2年間、走行試験を行う実験線だった区間でもあります。その直後、大体久喜駅付近からブレーキがかかり始め、新幹線らしい爽快な走りはここで終了。大宮から先は早くても時速130キロなので、新幹線の定義とされている時速200キロ以上の運転が行われるのは、全体の所要時間の10分間4分の1くらいしかありません。まもなくすると進行右側から上越北陸新幹線の線路が合流。両線の線路が完全に交わるのは次の大宮を発車した後で、それまでは東北上越新幹線の線路が並行している、まるで複々線のような感じになっています。ダイヤが乱れた時などは両線が並走することもあるそうです。まもなく大宮です。小山駅を出発すること17分で大宮駅に到着です。意外だったのが大宮からも結構な乗車があったということですね。まあただ時刻的にちょうど通勤ラッシュの時間で、普通列車のグリーン車はおそらく座れないでしょうから、何気に合理的な使い方なのかもしれません。そして入線している番線に注目です。こちら13番線は駅名表をご覧いただくとわかるように、基本的には上越北陸新幹線が発着するホームなんですが、どうやらすぐ後ろを回送列車が走っていたそうなので、列車が詰まらないようにこのような処置になっているんだと思います。大宮駅新幹線ホームの構造は3面6線、東日本の新幹線駅としては最大級の規模です。大宮からは高層ビルが増えてきて、騒音対策等の観点から最高速度は埼玉県内で時速130キロ、都内だと110キロで、新幹線らしさは全くないんですけど、人で溢れかえる埼京線のホームを冷房が効いた車内から座って眺められるのはなかなか気分がいいです。このように満員電車の乗客に手を振るというのも速度が遅いからこそできることです。僕は東京に住んでいるので、朝の上りの新幹線に乗る機会というのはなかなかなく、全てがとても新鮮な光景でしたね。そして個人的に大宮上野間で最も印象的なのは、窓が全てマジックミラーになっている JR 東日本首都圏本部の建物。どういう意図なのかは知りませんけど、自分が乗っている新幹線が綺麗に見えるんですよね。その後日暮里駅付近で地下に潜り、新幹線唯一の地下駅である上野に到着です。さすがに当駅で乗車をする方は一人もいませんでしたが、下車客はかなり多かったです。次が終点の東京なんですけど、東日本の新幹線ってどこから乗っても上野東京間は一律で210円加算されます。これはどうやら利用者を分散させるためなのだとか。というわけで現在時刻は7時4分、小山駅を出発してから42分で終点の東京駅に到着しました。折り返しは早草101号盛岡行きとなり、盛岡まで行ってまた折り返して東京に来て、また折り返して東北まで行くというのを夜まで繰り返すんでしょう。ほんと過酷すぎる毎日で頭が下がりますね。ってことで今回は1日1本限定小山始発の新幹線那須の252号のご紹介でした。皆さんもぜひ乗車してみてくださいと言いたいところですが、東京からだと全泊必須なのでご注意を。